白い毛皮の動物を抱く、薄いベールで髪を覆った若い女性の肖像。ルネサンス期イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが1490年頃に制作した白天を抱く婦人。三角形を描く安定した構図の中に捉えられ、指の爪や関節まで詳しく描写された女性はミラノ公爵ルドビコ・スフォルツァの愛人チェチーリア・ガッレラーニであるとされます。モデルが胸に抱いている動物白天は毛皮が貴族の衣装に用いられたため上流階級の証であるとも、美しい毛皮を自分の命よりも大切にする動物であると信じられたため、清らかさを象徴するとも、愛人の貴族が授かった白天をモチーフとする勲章にも関係するとも考えられ、モデルが属した階級や清純な性格人間関係までを示唆する重要なモチーフであるようです。